はこんばんばは皆さんどうもミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそーはい。みんな、もうテレビとかね、ツイッターとか、全部、そういう話だからわかると思うんだけど、今日3月11日、えー、東日本大震災から5年が経ちましたね。私、小学校3年生だったんですね。ということで今日はですね、あの、 ミッキーがその地震を体験した時の話をしたいと思います多分私がこれ話すのはもう他のね方々と比べたらへでもない話なんですでもまあ話したいなと思ったので動画にしましたはいでですねえっ、ー、と当時、えー、小学校3年生でちょうど地震が起きた時は何をやってたかというとですね 総合の授業かなんかで、なんかね、その職業について、なんか、こう、学ぶみたいなね。アンケートとか質問をして、あの、自分たちで、えみんなに、こう、こういう高校、こう,こ,うこういう仕事ですっていう発表会みたいなのの,のための準備をしてたんですよ。で、その、みんなそれぞれね、あの、例えば歌とか、そういう、なんつうの、まあ、説明、自分たちが説明しやすいものを、 で、こう、グループがあったんですけど、私はですね、あの、確か男の子二人と、私入れて、三人で、あの、劇を、まあ、作ってたんですよ。まあ、小道具とかを作ったり。で、まあ、5時間目。地震があったのが2時46分なので、えっと、5時間目の授業に、 えっと、まあ、あみんなでね、グループ活動でね、それぞれのグループで集まって、いろんなところでやってたんですけど、教室と、もう一個、プレイルームっていうのがあって、まあ、まあ自由に使っていい部屋なんですけど、そこで私は、作業をしてたんですよ、まあ。何をやってたとかは覚えてないんですけど、そのまあ、あ実際にね、えー、まあ、5時間目、やってる途中に、2時46分、地震が発生しまして、急にですね、えっと、 まあ、それまでね、まあ、小学校3年生だから、その、学校とか、友達と集まって、家以外の、家族以外の場所で地震を体験するのが初めてだったんですよ。あ、本当の地震が来て、まあね、覚えてるのは、まあ、みんなね、初めての地震だから、私がいたプレイルームね、 を出ようとした子が廊下にいて、その地震が起きたからやばいと思ってダッシュして教室に戻ろうとしたんですけど、その時にその担任の先生が怒鳴ったっていうのはものすごく覚えてて、すぐにその場に座って縁になれって言われたんですよ。まあ、あとりあえずちっちゃい縁になれって言われたんですよ。こっちもパニック状態ですよね。な、何みたいな。え、どういうことってなって、その縁になってね、ま、あ隣に仲いい女の子いたんですけど、こうなってる時に廊下側を向かって、 こう円になってたんですけど、窓側の方をパッて向いた時に、桜の木があったんですよ。その教室2階だったんで、私、その通ってた小学校4階ぐらいまでだったんですけど、まあ、2階だったんですね。まあ、多分低学年だから2階のプレイルームにいたんですけど、その、まあ、2階だったんでね、まあ、桜の木がちょうど当たるぐらいなんですよ、枝が。それで桜の木を見た時に、窓ガラスに向かって、桜の木の枝、 ま、めっっちゃぶっとい木の枝が当たってるんですよ今までにない光景を見て「あ死ぬ」って隣の女の子に言ったんですよそしたら「いやもうそんなこと言っちゃダメだよ」って言われてこっちもなんか泣きそうですよね怖くてそんなことがあって「とりあえず教室に戻れ」って言われてで放送であの余震 初めて聞く言葉だったんですけど、その時。で、余震が来たら机の下に隠れろ、みたいなこと言われて、もうね、電気つかなかったんですよ。そう。教室の電気が真っ暗だったのは覚えてるんですよ。そのまますぐ帰りの会をして、帰るみたいな。もうなんか、その中でも、まあ私の同じクラスの子でもなんか学校に残って、もうお母さんたちがね、迎えに来てるみたいな。ので、体育館にも避難してる子たちもいれば、まあ普通に帰ってる子たちもいてですね。で、私、その時、<coughs> あの、学童保育というのに行ってたんですよ。小学校1年生から中学校1年生ぐらいまで通える、まあ、ちょっとおっきめの保育園みたいなね。ちょっと預かってくれるようなとこなんですけど、まあ、うちのお母さん仕事してたんで、行ってたんですよ。いつも放課後帰りね。家じゃなくて。まあ、私、あのー、留守番できなかったんですよ。小学校4年生ぐらいまでね。だから、まあ、そこに行ってたんですけど、ですね、こっから長い長い夜が始まります。えっと、何があったかというとですね、 先生たちが言ってたのは、その近くのね、家の帰りが近い子たちと一緒に帰ってって言われてたんですよ。だから私は学童の子たちと一緒に帰ってたんですね。で、まあ、とりあえず学童に向かって、そしたら学童側がですね、と、もう一個の近くの小学校で、とりあえずそっちで、まあ、お母さんを待つ、保護者を待つみたいな決断をして、とりあえずその学校に行ったんですよ。もう一個の方の学校。で、 まあ待待っっっててずっと待ってずとたんですよでもあのうちのお母さん結構離れた駅のとこで仕事してたんですよ。うん。だからもうね電車が止まってたんですよ。そう。電車が止まってたから帰れなかったんですね。とりあえずその時間では帰れなくて5時半までにその小学校にお母さんが来なかったら学童の方で残っちゃった子たちは避難するみたいな感じになって学童に行ったんですよ。真っ暗で懐中電灯をこうね。 照らしてねずっと最初は遊んでたんですよまあしりとりしたりとか最初10人ぐらい残ってた子たちがどん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 数が少なくなっちゃってどん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 迎えに来ちゃって私最終的に一番最後まで残ってたんですよまあもう真っ暗の中先生があの私妹いるんですけどその時妹が保育園であのその学童保育の先生がですねあの「じゃあ妹さんいるんだったらその保育園行く?」って言われて。 保育園まで行ったんでですよでもその時にね今までに見たことないっていうほどの星空がやばくて不安だったんですけどなんかってなってそのまま保育園に行ってうちの妹がいたからっていうのもあってあのー、もうね でうちの妹ももちろん最後まで残っててまあ寝ちゃってたんですけど毛布とかねずっとこうかけててで保育園の先生がねものすごく優しくても,もちろん学童の先生も優しかったんですけどなんかすんごい安心してですねまあその日ゆで卵を食べてで10時半ぐらいにですねうちのお母さんがタクシーで来て、えー、家に帰ってきたんですけどもう家に着いたのが11時ぐらいでしたね。 だからそのね、地震が発生してからのね、で、学童に帰ってからの時間がものすごく長かったです。なんかもう、帰れないんじゃないかなみたいな感じで、まな、あ、って家に帰って、まあ、もうそのまま暗い中で寝て、で、夜中の3時ぐらいにちょっと目覚めたら電気が、リビングの電気がついてて、あ、はあ、よかったって思った長い中一日でした。だからね、 もうねねあの日はみんな大変だったよ、ね、まさかね5年後こうなってるとは思わないので本当に怪我一つしてなくてね本当に良かったなと思いますということで、えー、東北の皆さん、えー、ご冥福お祈りいたしますでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょうバイバイビー今生きれてることを感謝したいと思います